はい、皆さんどうも橋本でございます。今日は2018年を終える私から皆様へというタイトルでお送りします。今までと違って少し重たい話になってしまいますが、ご了承ください。皆様ご存知の方も多いと思いますが、今年の4月1日にエイプリルフル企画ということで動画投稿を休止するという嘘のネタを投稿しました。その当時は嘘だったんですが、しばらく経ってそれが本当になってしまうかもしれないくらい私の家族に大きな出来事がありました。それを今から皆様にご報告させていただきます。エイプリルフールの動画を投稿してから2ヶ月後の今年の6月、なんと私の母にガンが見つかりました。乳がんってかなり進行性のあるがんだったので、6月の中旬にすぐに抗がん剤の治療に入りました。当然ながら副作用もありまして、それにまあ苦しい日々もあったんですが、それでもなんとか、通常の生活は送れるぐらいに今までは生活していました。しかし今年の8月、私が高知県演奏会のリハーサルに行っている間に、体調が悪化して、高知から僕が帰ってきた時にはもう本当にもうかなりしんどそうな感じだったので、その次の日にすぐ病院に来ました。ところもうすぐに緊急入院という風になってしまいました。すぐに緊急入院ということになりまして、その間抗がん剤の治療ができなくなりました。その間にがんが進行していても、もう抗がん剤を使うことはできないので、どうすることもできなくなりました。まずは心臓と肝臓を治療することを優先するということに医師から言われました。でその間家には母がいなくなりまして、母がやっていたことを私が引き受けることになりまして、8月下旬になってからは、とても動画投稿できる状況ではないぐらいに追い込まれていました。仕事もしながら終わってすぐに病院の見舞いに行ったりで、帰ってきてからもうすぐ母がやっていた家事もやっていましたので、とても動画投稿できる時間を作る余裕がなかったんですね。ただ視聴者の皆様には一切そういう素振りも告知もせず、お会いしている関係者の皆様にも一切それを伏せて今まで動画を投稿していました。こういう状況になったのも、やはり最初に説明しましたエイプリルフールの動画が伏線にありました。どうせ嘘なんじゃないのとか、また視聴者を騙す気かというふうに、言ってくる人も出てきます。そういう視聴者のことを考えると、動画投稿を休止するわけにはいきませんでした。特に9月に入ってからは、1000本達成というメモリアルな動画も投稿したんですが、当時は本当に撮影できる心境ではなかったんですね。エイプリルフール企画の動画がやっぱり伏線にありますので、もう皆様には一切そういう素振りも見せずに、変わらず動画投稿を続けておりました。皆様が一番気にしているのは私の母の病状だと思います。それを今から皆様の前でご報告させていただきます。私の母は9月22日無事退院いたしました。退院できた時は、僕も本当に一安心しました。ただ今現在も週に一度抗がん剤の治療とか定期的に病院には通院していますので、リスクが完全になくなったわけではありません。皆様にとってはこういうことを動画上で話すことは、賛否にあると思います。悪い言い方をすると、自分の親の病気をネタにした再生数稼ぎみたいに、受け取る方も出てくると思います。皆様にとっては単なる他人ですが、私にとってはもうただ一人のかけがえのない世界一の母です。こういう親の病気を経験したことによって、命は誰でも一回限りということを自分自身も痛感しました。それと同時に親の最期を看取る日も近くなっているということも感じました。まだ私もこういう親孝行らしいことができてないので、こういう動画なんかでね、少しずつ返していけたらと思っています。今日の動画は重たい話になってしまったんですけれども、これで終わるっていうのもあれなので、今年最後の動画で2018年に投稿した動画を字幕で一気に紹介する動画を公開したいと思います。去年一昨年も同じことをやっているので分かると思いますが、今回は一味違った形でお送りしたいと思います。最後になりましたが、私にとって2018年は、家族にとっても本当に大きな出来事が起こりました。来年2019年は本当にいい年になれるように、自分も頑張っていきますので、今後も私の YouTube チャンネルをよろしくお願いいたします。